皆さんこんばんは。松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲は宇多田ヒカルさんの花束を君にです。それでは聴いてください。普段からメイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れぬ約束をした。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。宇多田ヒカルさんはね、ちょうど同じ82年生まれなんですけれども、まあ、彼女も本当にねすごい人生を歩んでいる方だなと思いますけれども、やっぱそれを受け入れて、この花束を君にって、なんかお母さんに作った歌だなっていうのをすごく感じましたね。人生いろいろありますけれども、力強く生きていきたいですね。宣伝です。現在 Facebook の方で、ミセスジャパン栃木大会って開いていただくと、投票ができます。Facebook やってる方や周りにやってる方がいたら、ぜひ松本かな子ナンバーエントリーナンバー6番の松本かな子にポチッと押していただければと思います。まあ、その他にも気になるね、素敵なエントリーの方がたくさんいますので、応援したいなって方をぜひ応援してみてください。どうぞよろしくお願いします。もう泣いても笑ってもね、あと少しなんでね、最後まで笑顔で完走したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。松本かな子の CD も絶賛発売中です。松かなストア、そしてインスタグラムや、Twitter などもやっているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた明日。